前祖望む前祖望むは、中国神の儒学者。字は、昭位、孔は、謝山。姉波府、剣道教鎮差港村の出身。生まれつき以上の天品を持ち、14歳の時に、博士で神院に選抜され、16歳で里見に、王子その古文を、左発城に認められ、19歳の時に、店員近くに登用され、そこの書物を研究した。 1729年に、三木制に推挙され、北京に赴き二郎の片方に上書したことで知られ、順天興味に挙げられ二郎の利はその分を大いに誕生したという。1736年に、白学広史氏家に推薦され、その春に新士となり、管理院初期津史となったが、白学広史氏の試験は再び受けなかった。1737年に知にされたので、 故郷に戻り、二度と官職にはつかなかった。以後は、病と貧困の合間に、学級生活を続け、定員近く、三、探検などの書院で書士の教育に努めた。前祖持ちの性質は硬直で、着替えを尊び、設議を表彰することを好んだ。高葬儀に振幅していたため、官職をやめてから、草原学案を増収した。また、水系中を7回校越し、 本学気分に3回注釈を加えた。主要な著作には以下のものがあるが、これらはいずれも先定集に収められており、近年には前祖望州移行支中と前祖持ち先定集講中などの好典本も観光され利用が便利になった。ありがとうございます。